1号艇一足高し、インコースに構えていきます。隣2コースには2号艇の松尾かなみです。1号艇一足と2号艇の松尾ともに今日の前半戦5コースからまくり刺してシリーズ2つ目の白星を挙げています。3コースには3号艇の岡部隆が構えて、4コースの角には4号艇の峰竜太です。ここまで4つの勝ち星があります4号艇の峰。5コース5号艇佐々木翔と、大外6コース6号艇の久田武史、3対3枠番通り進入インから、1番ターン3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。好スタート4号艇の峰竜太、1周1マーク、1号艇の市橋逃げる、3号艇の岡部マクリニック、さらには5号艇の佐々木、内からは4号艇の峰竜太、バックストレッチ1号艇市橋が先頭、迫ってくる4号艇の峰竜太ですが2艇審査2番手、5号艇佐々木、3号艇の岡部は3番手ラスイカ、6号艇久田、2号艇松尾が続いてスタート正常でした。一緒に巻く、おっと4号艇の峰振り込んだが、4号艇の峰にアクシデント、一周にマーク、4号艇の峰アクシデント発生、4号艇の峰失格となっております。このレーススタートは正常でした。4号艇の峰はアクシデント、1号艇1橋が先頭、3号艇の岡部、そして5号艇の佐々木、バックストレッチ上位体制は1番3番5番の体制です。4番手が6号艇の久田、2号艇の松尾が5番手最後方です。2周2マークの旋回、自己艇レスキューを避けてスタンド前に戻ってきます。1号艇の石橋、2号艇の松尾が5番手最後方、4号艇の峰竜太転覆失格となっています。自己艇レスキューを避けて最後の直線コース、1号艇石橋、3号艇岡部、5号艇の佐々木、まもなくゴールです。